阪神タイガースの印象を聞かせてください。まあ、やっぱり今も首位でクライマックスシリーズ行かれますし、やっぱり強いなというふうな印象がやっぱり一番あります。監督は岡田監督ですが、岡田監督の印象はどうですか？いや、もう本当にすごく選手に寄り添ってくださる監督だと思いますし、本当にいい監督さんだなというふうに思います。指名されるまでどんな気持ちで待っていましたか？まあ、本当正直なこと言うともうないのかなというふうに思ってたんですけど、やっぱり本当にこう後ろでチームメイトのみんなだったり監督さんが待っていてくれたので本当